女帝の館へようこそ。今回のゲストは豊田真奈美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張します。緊張します。私も緊張しちゃって、はい、引退されてるんで豊田真奈美さんなんだけど、豊ちゃんで、よろしくお願いします。引退してもう何年も経った。11月4年ですもん。4年。はい、もうあっという間ですね。本当だね、はい、4年前に引退式して、はい、あそこの大桟橋ホール、うん、はい、あそこのいい体育館でやって、あの時50人、はい、引退試合の相手50人選んでやった中の1人に、その説をお世話になりました。あの本当1人3分だったっけ。1人1分です。1人1分で、はい、1人1分で50人、はい、でまあ、最後の方とかはもっと長くやったのかな。54人の49組だったみたいですね。あ、そうだったんだ、はい、あ、49組だったね、はい、もう最後の方は全く記憶覚えてないです。いや、なんかさ、3回ぐらいに分けたっけ。あ、3ブロックに分けた。3ブロック分けたよね、はい、1ブロックで帰ってきた時に、あ、もう相当これはまずい状態だなって思ったから、はい、私何番手だったんだろう。その次2ブロックだったのかな。2ブロックか3ブロックだったのかな。あの、多分レジェンドの方に入ってたと思うんで、はい、あ、そうか、3ブロック目だと思います。もう最後当たる時にはもう、はい、トイレちゃんはトイレちゃんじゃなくなってた。もう本能でやるしかなかったですね。あれはでもあれ50人、うん、まあ、49組だけども、はい、50人やろうって思ったの、なんであれやろうと思ったの。いや、前も1人1分ずつで、うん、あの昔やったことが、あ、やったことあるの。ああ、50人、はい、50人掛けだったのかな。え、あ、30人掛けです。30人掛け。1人1分30人、はい、まあ、普通に考えても30分だけど、もっとだよね。だってね、入場するのもあったよね。でも、あの、もうカンカンって言ったら、もう次の人がその時入ってきてて、うわ、すごい。もう言ってみれば公開試験みたいな感じでした。本当だね。よくそんなことをやったね。はい、そう、まあ、そういう経験もありながら、うん、最後はなんか今までお世話になった方と1分でもいいから肌を触れ合ってやめていきたいと思って。あ、そうだったんだ、はい、それで呼んでいただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか出ていただいて、全然多分記憶ないと思う。いや、もう動かしてないだろうなと思ったし、はい、動けないだろうなと思ったから、とりあえずこの私の1分の間は休んでてもらおうと思って休んでたね。ありがとうございます。あの時って引退を決めるのって何だったの。トヨタちゃんが、あのトヨタちゃんが引退を決めるのって何だろうなってずっと思ったの。何だろうな、結婚以外ないだろうなと思った。いい、もうそういうのじゃなくて、うん、やっぱり昔は自分ちっちゃかったじゃないですか、うんうんうん、ちっちゃくて、細くてね、で細くてなんですけど、あの、どんどん周りがちっちゃくなってきて、でかくなって、まあ自分の本来のプロレススタイルが、うん、やっぱり飛んだり跳ねたりする方が得意だったんですけど、うんうんうん、やっぱり体が大きくなりすぎてて、うんうんうん、飛べないただのデブになっちゃったと思ったんですよ、うんうんうん、でもうやっぱり受け止めてくれる人もいなくなってきてるし、うん、あの、もうこのまま自分が無理してプロレスをやって、もしかしたら大怪我につながったり、あと、うんうん、もしかしたら人を殺しちゃったりするかもしれない、やる方ね、思って、でやっぱりまあ30周年のちょうどいいタイミングでもあるし、うんうん、もうそろそろ私はもう本来の豊田真奈美が見せれないんだったら、もう引退した方がいいんじゃないかと思って。そうか、そうか、はい、その妥協して年を取ってもっていう考えじゃなくて、はい、本当に取り組んで持ってる、はい、やっていこうと思えば、はい、まだまだできる、要領よくやればできたかもしれないんですけど、なんかそうやってあの自分の本来のものができなくなってきてるのに、そこまでしてやる必要もないなと思って、だからでもそれでもこれでも遅すぎたと思うんですよ。実際に本当に辞めたかったのは、うん、25歳ぐらいの時で、もう定年制の時で辞めたかったんだけど、うんうんうん、ですけど、うん、その時がもう大量離脱とかあったりして、うんうん、でもう何人かしか残んない時期で、うん、その時残ってた、その時残ってたんです、うん、自分その時残ってチャンピオンだったので、うん、そっか、だからもうやめ際もなくして、じゃあやめれなくって、そのまま、うん、前場が、倒産する崩壊する時までいた。いや、もうちょっと前に、ちょっと前にフリーで抜けたんですけど、フリーになったんだね、はい、一旦フリーになって、はい、フリーの長いのかな、ずっとフリー、フリー
あの全場を辞めてからフリーです。あ、ずっとフリーなんだ、はい、そうか。上がってたのはオズとか、ガイア。最初ガイアですね。ガイア、ガイアに上がった。あ、はい、長谷さんが作ってたガイア、はい、そっか。その時はそっか、もうガイアできてるんだもんね、はい、で全然やめてフリーになってすぐガイア。ガイア長かった。ガイアどれくらいだったんですかね。ガイアがや、まあ、終わるまでいた。いないです。はい、あ、じゃあ最後のガイアが終わる時にはいなくて、はい、その後はもうオズとかに。そうですね、オズに上がって、オズ上がったり、はい、最後はじゃあオズだったのかな、ほとんど、はい、オズを中心で、うん、まあ、いろんなところオファーがフリーだったので。そうだね。あ、でもオズのイメージがすごく最後はあるから、はい、あ、オズずっと上がったんだ。で、全場のその最後の時でどうだった？やめようと思ったけどやめられない、はい、でも全場やんなきゃいけない、まあ、でもで本当に、うん、上が堀田さん、私、うん、高子、うん、鍋、伊藤ちゃん、うん、前川、うん、で、あとは入ったばっかりの1年目の中西桃江とか高橋七重とか、もう全くできない子たちをもう育てていかなきゃいけないっていうのがあって、まあ、そういうので私と堀田さんが、うん、あの上2人だったんで、うんうん、お父さん、前場のお父さんとお母さんで言われてお母さんだったんですけど、うんうん、まあ、それで自分が、まあ、その当時ベルトを持ってて、うん、でその後にいろいろセリアベネベルトの構想があって、うんうん、もう自分が前場を抜ける時は中西とか高橋七重がもう立派に育ってて、うんうんうん、ああ、そうなんだ。あのケースの世界とかやってる時だもんね。はい、で、それ最後前場抜ける時がもう糸ちゃんとタイトルマッチで、うんうん、で、糸ちゃんにベルトを取られてだったんで、もう私はもう前場で、うんうん、あのもう思い残すこともなく、うんうんうん、だったので、うん、もうお母さんとして子供も育てたし、はい、高橋の苗とか育てたし、はい、それでもう思い残すことないっていうことで、うん、フリー、はい、そこはもう辞めるっていう引退じゃなくてフリー、フリー、フリーに、はい、でその時にはもうガイアに行くっていうのは決まった。そうですね。あ、そうだったんだ。あの、もう会社には全部伝えてました。言ってその前にガイアと勝っても負けても、うん、この試合で、うん、あの全場を辞めさせてください。辞める時に待ってくれお母さんみたいななかった、会社的には。いや、ないです。もうさよならお母さんって感じだったっていうか、もう前場も結構私一生懸命、うん、あの前場に対して貢献したつもりなんですけど、うんうん、もうはいはいみたいな感じで。本当になんか悲しくなりました。まあ、そうだよね。まあ、でもそういうとこあるよね。あるんですよね前場って。でも、はい、なんだろう、その表現の仕方かね、それとも、はい、どうぞどうぞなのか、はい、本当はありがとうなんだけど、まあ、言えない、まあ、言えないくないよね、大人だからね、会社だしね、はい、もうそこがまあ前場らしいっちゃらしいんですけど、ね、でもそれでもフリーになって、はい、で、まあ、今思って理解してもやっぱり前場のことは憎んでない。そうですね、やっぱりなんかやっぱり前場ってそれがだって前場だもんっていう、はい、ね、よかったですね、なんか、ね、はい、本当他 の、 あの全然全然関係ない人によく言われる、あんだけひどい仕打ちをされながら前場の選手は前場の悪口を言う人が誰もいないっていうことで、あのね、そういう、でも本当そうなんだよね、もう感謝の方が多いっていうかね。そうですね、まあ、そういうなんかもうこれなんつうんだろう、前場っていう国に入っちゃったし、なんていうのかな、松永家の宗教的な。もう言ってみれば宗教ですよね、宗教団体ですよね。ね、まあ、振り返ってみて、まあ、レスラーずっと振り返ってみてだけど、やっぱり前場の思い出っていうのが一番濃い。そうですね、やっぱり自分が一生懸命駆け抜けた16になったばっかりでこっち出てきて、もうどうだったっけ、あの島根県です。島根県の島根県から出てきて、でやっぱり本当にあんなど田舎から東京に出てきたわけじゃないですか、うんうん、で、まあ、まずそもそも、うん、向こうの西の方の同期が誰もいなくて、西の方がいなくて、西の方がいなくて、みんな ほぼ関東ばっかりだったんですよ、同期が。だからもう言葉遣いが標準語は分からなくて、で、あります、あの広島なまりに近い。あ、そうなの、はい、で、どういうなんとかじゃっけとか。え、本当一回も聞いたことない。最初の1週間ぐらいは同期とすら喋れなくて、うんうんうん、で、なんかもう一番難しい年頃じゃないですか、うんうんうん、16って。なんか私が一言言った言葉に対して、やっぱりゲラゲラって笑われて、馬鹿にされるんじゃないかとか、うんうんうん、だからそれで最初は同期とすらも喋れなくて、うんうん、標準語なんて喋れなかったです。喋れなかったんだ。きつくて、でも脳、やっぱ16で脳が柔らかいから、うん、すぐ標準語は覚えたんですけど。あ、そうなんだ。すごい。それもすごい、ね。例えば、あの練習中に数を数えてるときに、うん、
18、19、20って言うじゃないですか、うんうん、こっちって。こっち、うん、で自分の方は18、19、20って言ってたんですよ。あ、20もたまに今に入ってるよね。20って言ってたからね。それでゲラゲラって笑われたりだったんで、うんうん、そうだったんだ。なんかその些細なことがなんか傷ついてました、うんうん、あ、そうだったんだ、はあ、この年になったら、うん、なんか最初だから自分人見知りもすごくしてたじゃないですか、うん、そうだった、うん、もうこの年になると、うん、人見知りって何とかもう、ね、結構ベラベラ喋れるようにもなってきてるし、うんうんうん、そうだよね、はい、でも多分さ、その笑ったのも別に本当にバカにして笑ったんじゃなくて、うん、なんか聞いたことないことを言ったから笑ったと思うんだけど、はい、でもね、トリちゃんからしたら多分ちょっとショックっていうか、もう毎日だからもうやめたいやめたいと思ってて、うん、事務所の前に電話ボックスあったんですよ、うん、あそこの電話ボックスで、うん、もうその当時携帯なんかないんで、うん、あのそこでもう今日はお母さんに辞めるって電話してやると思って、うん、でもしもしって言ったらもう向こうから先にもしもし頑張ってるみたいな感じで言ってくるから、もう頑張ってるしか言えなくて、うん、今日こそ辞めてやろうって、あの電話しようと思っても、うん、もう涙を流しながら親に泣いてるってバレないように、うん、うん、頑張ってるよ、うん、じゃあねバイバイって切ってました。いやー、みんなね、はい、あそこの前所の前に。あの、レアボックス思い出ですよね。あるんです。はい。未だにあるんですよね、あれ。ね、あそこだけは壊さずに。はい、前所の事務所が壊れちゃったんだけど、レアボックスだけがあって、みんなあそこにね、はい、ほんと仕事終わったら、あのレアボックスはかなりの思い出がみんな。泣き待ちみたいな。みんなあそこ泣いたね。はい、泣いてましたね。